中の電気工事では絶対に撮影できない衝撃映像が撮れました。はい、どうもムンです。皆さんのお家にねコンセントあると思うんですけど、使用する電気器具が増えてきてね、ちょっと足らないな、増やしたいなと思ったことないですか？ちょっとブンさんのお家もね、ちょっとコンセントの数が足らなくてね、増やしたいなと思ったんで、これを使ってねスイッチ付きコンセントを増設しようと思います。使う道具はね、はい、これパナソニックの露出増設ボックス、はい、こんな感じと埋め込み型のコンセントスイッチ取り付け枠です。その他 VVF ケーブルとプラスドライバー、マイナスドライバー、ペンチ、ラジペン、研いだばかりの電工ナイフなどの工具を使います。まあ、今回はね壁にそのままね露出する形のね増設なんですけど、まあ、これ以外にもね、まあ、埋め込み型でもねこういうやつとか、まあ、こういうのがね壁の中に埋め込まれてるんです。これちょっと薄型ですけどね、太いやつもあります。小さいやつね、まあ、プレートもこういうのが6個つけれるやつとか5個のやつとかね、1個のやつとか、まあ、最初からねこういうコンセントがついてるやつもね売ってます。これは誰でもできるんで簡単ですけどね。パーツもねいろいろあるんですよ。ブランクね、ただ塞ぐやつ、アース端子、パイロットランプ、これ光るんです。タイマーとかね、まあスイッチもねいろいろあるんですよ。まあこれは普通のねスイッチですけどね、まあこういったね、ね、3路スイッチとか4路スイッチとかねいろいろあるんです。スイッチのオフで、パイロットランプがつくやつとかね、オフでつくやつとかいろいろあります。取り付け枠はねこれ使いますけど、金属のやつとかグレーのやつとかもね売ってます、お好みで。まあ、これはね、まあ、長年使うとね錆びるから、まあこっちの黒いやつがおすすめですね。取り付けるのもね、カチッと取り付けられるから楽なんですよ。この埋め込み型ね、壁に埋め込むやつはね、また今度やります。今回はやりません。今回やるのは、壁にね、露出するタイプのやつでやります。それでは、やっていきましょう。はい、今回はですね、はい、コンセント2つと、スイッチだけなんで、簡単です。これね、AC100V から入ってきます。はい、コンセント。あ、こんな感じですかね。100V。AC100V。こっちは設置側。白い線。まあ、これ入り口から AC100V かかって、こっちはスイッチがつくと AC100V がかかるっていう形のものにします。はい、それではやっていきましょう。一応ね、こういうのを組み上げるのは誰でもできます。ただし、AC100V を来てる線をね、ここに接続する場合は、このようなね、電気工事士の資格がいりますので、やる方は資格を取ってからやってください。で、これね、枠、取り付け枠なんですけどね、こう矢印が入ってます。はい、こう矢印上になってます。上になってる方が上です。こっちもね、アップって書いてます。アップ。で、こっちが上で、こういう風にね、ピタッとつくようになってます。こういった金属のやつもね、規格化されてるので、取り付け可能です。はい。これ文字書いてんですよね。15A、125V みたいな。まあ文字が書いてる方がね、逆になると気持ち悪いから、やっぱりこれの上とね、文字の向きを合わせた方がやりやすい。これは簡単です。引っ掛けて、はい、これつきました。こっちの金属のやつはね、引っ掛けてから、ここをね、マイナスドライバー刺して、ギュッとひねればね、固定できます。こっちの方が多分20円ぐらい安いのかな。片方を引っ掛けて、押すだけ。片方をここをね、引っ掛けて、よし。はい、これで止まりました。あと配線だけです。これね、ダブルって書いてるのがね、白い線。反対側が黒い線です。二芯の場合ね。来る年の二芯が入ってくれば、こうやってやります。三芯はあんまり滅多に使わないから、こっち使おう。よいしょ。電工ナイフ。はい。まず白です。設置側。この切る長さはね、ここにゲージがあります。
12ミリってなってるけどね。まあ、大体、まあ、プラマイ1ミリ前後なら、まあ、2ミリぐらいまでいけるかな。大丈夫ですけどね。12ミリで切ります。皮を剥きます。よいしょー。よし。はい。コンセントとコンセントの W と W をつなぎます。はい。これ押すだけです。外すときは、ここね、ここにマイナスを刺しててグッと押せば、グッと押せばね、ここに取れます。つけるときは押すだけで入ります。こっちが、滑線側。スイッチはね、滑線側につけます。こう来て、このスイッチを通って、こっちね。ちょっと赤もったいないから赤使おうか。まあ、黒でもいいんだけど。こことここがスイッチがあるんですよね。で、こことここはもう繋がってますんで、こっちに刺してもこっちに刺してもね、同じです。できるだけ傷をつけないように。試験ではね、傷つけるとね、減点になりますけど。実際はちょっとぐらい傷ついても大丈夫です。ほんのちょっとですよ。はい。はい、できました。何のためスイッチが効いてるか見ようか。はい、デジタルテスター。音のあれだったんでしょうかな。ブザ。ブザどれだ。これか。こっちが設置側だから W 設置側と設置側は繋がってます。白と白ね、繋がってます。で、こっちは黒と黒、繋がってません。スイッチがオフになってるからです。で、スイッチオンにすると、はい、繋がった。だからこのスイッチはこの下専用のスイッチということになります。こっちは常に 100V かかってるって感じ。はい、それではね、実際に、はい、取り付けていきましょう。これ外からね、外に、この向こうがちょっとバルコニーなんだけど、バルコニーにあるね、コンセントから壁をぶち抜いてね、線引っ張ってきたんですよ。これ邪魔なんで外します。電気工事をするときは必ずブレーカーを落として作業しましょう。今回はブレーカーを落とすとカメラと照明が使えなくなるので、あえて落とさずに作業しています。良い子は真似しないでください。一応ね、AC100V 来てます。来てるけどね、ちょっと、ブレーカー落とすとね、暗くなるんで、今回はね、ついたままやりますけど、皆さんは真似しないでください。危ないんで、真似しないでください。AC100V 来てますよ。はい、100V 来てます。真似しないでください。本当はやっちゃいけません。皆さん真似しちゃいけませんよ。危ないですよ。本当、ここ触ったらビリビリ来るんだけどね、2階なんで来ないだけです。真似しちゃいけませんよ。ブンさんは特別な訓練を受けてますから、大丈夫ですけど。AC100V 来てますよ。絶縁テープを巻いておきます。白とね、黒がね、接触したらパチっていってブレーカーが落ちます。はい、で、ここを通り道作るんで、本当はペンチでバキッとやるんですけど、綺麗に切りたいんで、はい、通して、短いな、12ミリ、はい、12ミリ、はい、
届かねえな。ちょっと伸ばさなきゃ。原稿ナイフ。次回からこのぐらい切るか。ここ行き過ぎたらバチでショートするから。ここ行き過ぎたらバチでショートするから。危ないよ。いいね、この辺か。しないようにブレーカーは落ちなかったけど切れちまいました。やっぱダメだ。いやー参ったね。電工ナイフの切れ味が良すぎる。ブレーカー落としてきました。カメラが使わなくなるから無理したんですけどね。ブレーカーが別ってことは分電盤見たら別ってこと分かったから落としても大丈夫でした。すいません。AC 来てないよね。来てない来てない。もう切りますよ、切れたから。こういう風になりますよ。こういう風になりますよ。ショートしたらこうなりますから気をつけましょう。はい。やっぱりブレーカーはね、落としてやりましょうね。この電工ナイフが切れすぎたんですよ。もっと短くなるな。軽くやっただけなのに、下まで貫通しやがった。狭いし。まあ現場じゃこんなこと言ってられないですけどね。よいしょ。あ、切れた。ブンさんはカットしないでね、ちゃんと自分の失敗もちゃんと動画にして流しますよ。失敗しました。くしゃ。はい、焦げてる焦げてるから本当はもっと切りたいんだけどね、長さがこれギリギリなんですよ。大丈夫だ。外すか。ちょっと位置をもっと上の方につけるしかないな。はい。これでいける。これで自由になった。とりあえずこれでいって。はい、黒ね。黒刺します。こうやって刺し。はい、刺します。よし。これ便利でしょ。電動アシストドライバー。レビュー動画ね。作ってますんでよかったら見てくださいね。手回しができる電動ドライバー。はい、着きました。これを固定します。はい、できた。はい、カバー、まあ、どっち向けてもいいんやけどね、カバーは。はい、着いた。これ最近こういうのがあるんですね。ケーブルクリップ。昔はこういう形のね、ステップルみたいなの、ゴンゴンゴンってね、打ち付けるやつがあったけど、最近こういうのがあるんですね。一箇所ですもん。初めて使う。なんでいいか。見る？こんな感じ。打ち付けられる。はい、できました。AC 来てる？来てるね。はい、100V。スイッチオンになってた。来てません。スイッチオン。はい、100V 来ました。一応ね、このスイッチは、スイッチ付きのコンセント使う場合はね、例えば電気ストーブとかね、そういうのには使っちゃいけません。ライトとか、ね、扇風機程度なら大丈夫ですよ。ね、これ 5W。ね、今電源つかないですよ。オンにします。はい、これでね、ここでスイッチで操作できるようになりました。はい、できました。今度からやっぱりブレーカーを落とそう。危ないわ。はい、皆さんいかがでしたか？ね、自信過剰はいけません。ね、慣れていたとしてもね、失敗してしまいましたね。すごいね。電気の力怖いですね。あんなちょっと 100V がショートしただけでね、こんなことになりますから。電気工事するときは必ずブレーカーをパチンとね落としてやってください。
資格持っていようが持っていまいがつか持っていないとダメなんですけど、最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらねコメントでお叱りお待ちしてます。よく切れる電工ナイフはよく切れるよ。軽くスってやったらスポーンっていって。